今年のスノージャパンのメインビジュアルの撮影はいかがでしたか？その撮影の時に私が一番最初にスタジオに入って撮影してもらったみたいなんで、うん、ちょっと最初じゃどうするみたいなのもあったんですけど、うん、結構サクッと終わって今出来上がったのを見せてもらってすごい今年もかっこよくできているんで本当に嬉しいです。よかったです。ご自身のクロスカントリーの強みはどのようなところだと思いますか？やっぱりクロスカントリースキーは持久力がすごく大切なんですけども、持久力があるところが私は強みだと思います。最後にファンの皆様に一言メッセージをお願いします。とりあえずあんまり日本でしっかり取り上げてくれてないんで、まず見てもらってファンになってくれたら嬉しいです。どうもありがとうございました。ありがとうございます。